ハンガリー・ルーマニア戦争は、第一次世界大戦終戦後の1918年から1919 19年まで、ハンガリーとルーマニア王国との間で行われた戦争である。1918年12月1日に、ハンガリー人民共和国のトランシルバニア地方在住のルーマニア人住民たちが、トランシルバニアのルーマニアとの合併を宣言したことが、この戦争の原因となった。 1919年4月に共産主義者がハンガリーで権力を掌握し、軍部はこの機会に戦争を開始してトランシルバニアを奪還しようと企ってた。戦争の最終段階には両軍合わせて12万人以上の兵員が参加している。また戦争中にはチェコスロバキアやソビエト連邦との交戦も発生している。ハンガリー評議会共和国の崩壊と、 ルーマニア軍による首都ブダペストを含めたハンガリー全土の占領により1919年8月に戦争は終結した1920年3月にルーマニア軍はハンガリーから撤退している1918年第一次世界大戦の敗戦によりオーストリアハンガリー軍主国は崩壊した10月31日ブダペストでの秋 バラ革命の成功により、リベラルサ派のカーロイ・ミハーイ白爵が首相となり、政権を握った。カーロイは、ウッドロー・ウィルソンの平和主義に応じて、ハンガリー軍の全面武装解除を命じた。ハンガリーは、無防備の状態となり、カーロイは、第一共和国の樹立を宣言し、大統領となる。しかしかつてのハンガリー王国の領域の内上、ハンガリーは、 新生国家であるチェコスロバキアにダッシュされた。内政と軍事の両面で失敗したカーロイ政権は1919 19年2月には国民の支持を完全に失ってしまう。連合国の軍事代表がハンガリーに対してより一層の領土活動を要求したため3月21日にカーロイは退陣した。代わってクンベラが率いるハンガリー共産党が権力を 掌握し、ハンガリー評議会共和国の成立を宣伝する。共産主義者は平等と社会的構成を約束した。共産主義者が権力を掌握できたのは唯一の組織化された武装集団だったことによるもので、彼らは徴兵なしにハンガリーの領土を守ると約束した。当初、ハンガリー赤軍の兵士はブダペストの工場労働者たちだったが、後に ハンガリー赤軍は、イデオロギーよりも愛国心によって、本当の国民軍となる。ルーマニア国王フェルディナンド一世1916年、ルーマニアは連合国側に立って第一次、世界大戦に参戦した。その主な目的は、ルーマニア民族が住む土地を統合して一つの国家と、することだった。だが、ルーマニアは、大敗を喫して、国土の大半を占領されてしまう。 そして1918年、ロシアで共産政権が成立し中央同盟国側との単独講和条約を結び、ルーマニアは東部戦線に取り残された唯一の連合国となってしまった。この状況は、ルーマニアの軍事力では耐えられるものではなかった。ルーマニアは中央同盟国に講和をこい、1918年5月にブカレスト条約が結ばれた。 マルギロマン首相は条約に署名したが、フェルディナンド国王は署名を拒否し、中央同盟の戦況の悪化を見て11月10日に連合国側で再参戦した。目的は1916年の参戦時と同じであった。フェルディナンド一世国王はルーマニア軍の動員を求め、カルパチア三脈を越えてトランシルバニアに攻め込むよう命じた。 第一次世界大戦は、その数日後に集結したが、ルーマニア軍の戦いは終わっていなかった。戦闘はこの年の終わりまで続き、1919年に、入って、ハンガリー・ルーマニア戦争となる。戦争の第一段階で、ルーマニア軍は、カルパチア山脈西部に進出した。ハンガリーで、共産主義政権が成立した後の第二段階では、ルーマニア軍は、 ハンガリー軍を打ち破ってティサ川に到達。最後の第3段階でルーマニア軍はハンガリー軍を壊滅させてブダペストを占領し、クンベイラの共産政権を放築した。ブカレスト条約によってルーマニア軍の大半が武装解除されていた。第9、第10不評師団と第1、第2騎兵師団のみが戦時戦力で残されるだけとなったが、これらの部隊は ソ連赤軍からの攻撃に備えるために、ベッサラビアを守っていた。モルダビアに駐留する、第1、第7、第8山岳両兵士団がこの状況下で、動員された、最初の部隊だった。第8山岳両兵士団は、ブコビナへ、他の2個士団は、トランシルバニアへ送られた。1918年12月1日、 トランシルバニアのルーマニア民族があるルーマニアとの合併を宣言し、1919 19年1月8日には、トランシルバニアザクセ戦民族が後に続いた。まず、1918年12月に第1、第7三岳両兵士団がムレシュ川まで進出。ここは11月13日に、ベオグラードで連合国の代表団と、ハンガリー政府が境界線として合意した場所である。 同時に、マッケンゼン元帥のドイツ軍が西方へ撤退した。ルーマニアの要請に従い、フランシェデスペレー将軍指揮下の連合軍、東方司令部は、ルーマニア軍が、カルパチア山ガミ西部まで進出することを認めた。第7山岳両兵士団は、クルージュへ、第1山岳両兵士団は、アルバユリアへ向かった。12月24日、ルーマニア軍部隊が、クルージュに入る。 1919年1月22日までにルーマニア軍は境界線までの全域を支配した。この時点でトランシルバニアのルーマニア軍はハンガリー軍を阻止するとともに支配下に置いた地域の秩序を維持するために薄く広がっていた。そのためルーマニア軍最高司令部は2個師団を追加派遣することを決定し第二三学両兵師団を渋谷に 第六府表示団をブラショフへ送った。トランシルバニアにおけるルーマニア軍統一司令部がシビューに置かれ、トライアンも所有将軍が司令官となった。ルーマニアは確保した土地の組織化に着手したが、この地域のルーマニア民族全体を取り巻くにはほど遠かった。このため、以前のオーストリア・ハンガリー軍の兵士によって新たに2個師団が編成された。 2月28日、連合国理事会は、ルーマニア軍が進出する新たな境界線をハンガリーへ通知する決定をした。この線は、鉄道合流点であるサトゥマーレ、オラデア、アラドと一致していた。しかしながら、ルーマニア軍は、市内に入ることは許されてはいない。境界から 5km の非武装地帯が設定され、これはルーマニアがハンガリーに要求する地域を、 形成していた。非武装地帯からのハンガリー軍の西方への撤退は1919 19年3月23日と定められた。通告は3月19日にフランス軍のフェルナンビー中佐によってハンガリー政府へ伝えられた。カーロイ政権はこの通告を受け入れられずに退陣し3月21日にクンベイラが権力を掌握しハンガリーにおいて 共産体制を樹立した。この期間、ルーマニア軍とハンガリー軍との間では、小銭合いしか起こっておらず、一度、ルーマニア軍とウクライナ軍との戦闘が発生している。また、ルーマニア軍の支配領域外で、ハンガリー人が、ルーマニア人を襲撃する事件が幾度か起こっている。ブダペストの議会入り口で、ソビエト共和国樹立を宣言する軍。 ベーラ1919 19年3月19日以降、ルーマニアは、ハンガリーとソ連の2国の共産主義国家と隣接することとなった。パリ講和会議のルーマニア代表は、ルーマニア軍による、ハンガリー共産主義政権打倒の許可を求めた。連合国理事会は、共産主義の脅威はよく認識していたものの、アメリカ大統領、ウッドロー・ウィルソン、イギリス首相、 ロイド・ジョージとフランス首相ジョル・ジュク・レマンソーがフランスとドイツの国境問題をめぐって意見の不一致を起こしている状態だった。特にアメリカ代表はフォッシュ元帥らフランスの強硬派が今度はドイツとソ連を相手に新たな戦争を引き起こすと考えていた。このため理事会の代表たちはハンガリーの状況を緩和するよう努めた。4月4日に 南アフリカ軍のスマッツ将軍がブダペストへ赴き、クンベエラーに以前、カーロイへ通告されたと同じ条件で耐えるよう申し入れた。連合国による、この行動は、ハンガリー共産政権を承認することも意味している。B 通国の条件を満たすこととの交換に、ハンガリーの経済封鎖を解除し、ルーマニア、チェコスロバキア、ユーゴスラビアとの領土問題について、 好意的に取り計らうことにもなっていた。だが、君は、ルーマニア軍をムレ主側ガワまで後退させるよう要求し、話し合いは中断してしまった。一方で、君は、ルーマニア、チェコスロバキアと戦争ができる軍隊を作る時間を稼ごうとしていた。ルーマニア戦線では、第一戦部隊2万人が、ルーマニア軍と対峙していた。君は、オラデア、ジュラ、デブレゼン、 ソルノクその他の母兵将を用いてさらに6万人の第二戦部隊を編成しようとしていた。ハンガリー軍は元オーストリアハンガリー軍の将兵による精鋭部隊と質の悪い志願兵の混成だった。軍はヤホー137門、走行列車5両を装備していた。雑多ではあったが、この軍隊は共産主義のイデオロギーよりも 民族主義によって結束しており、士気は高かった。君はまた、ソ連が、東方からルーマニアを攻撃することも望んでいた。君との話し合いが中断したため、ルーマニア政府は軍部に対して、軍事行動をとり、ハンガリー政府を2月28日の境界線に、関する、連合国の決定に従わせるよう命令を下した。トランシルバニアのルーマニア軍は、 不評64個大隊、騎兵28個大隊、カノン砲160門、榴弾砲32門、走行列車1両、3個飛行大隊、工兵2個大隊を有しており、北方と南方の2個集団からなっていた。トランシルバニアのルーマニア軍の葬式は、ゲオルゲ・マルダレスク将軍が取り、モショユ将軍は、北方集団の司令官に任じられた。 ルーマニア軍の作戦計画は強力な北方集団によってカレーとオラデアを奪取しハンガリー軍の精鋭成形師団を他の部隊から分断することだった。その後集団はハンガリー軍の側面を進撃する。同時に南方集団はラドナ川とベイウシュまで前進し北方集団の側面運動の軸兵となる。軍はティサ川で停止することとなっていた。 攻勢の開始は4月16日と定められた。戦争第二段階におけるルーマニア軍の作戦行動。灰色のエリアは2月28日に連合国理事会によって通告された非武装地帯。ルーマニア軍の準備に気づいたハンガリー軍は峠に陣地を築き、4月15日から16日の夜に先制攻撃をかけた。この攻撃は ルーマニア軍の予備部隊によって食い止められ、ルーマニアの防御戦は持ちこたえた。4月16日から18日にかけて、ルーマニア軍は攻勢を開始し、激戦の後に峠を脱取した。とりわけ、第二三岳両兵士団の戦線では、ハンガリー軍の士官学校生大隊が激しい、抵抗をしたが、ルーマニア軍の第9連隊によって4月16日には撃破された。 4月18日に、ルーマニア軍の攻勢第一段階は完了し、ハンガリー軍の前線は崩壊した。カレーは4月19日に、オラデアとサロンタは20日に、ルーマニア軍に占領された。ルーマニア軍は B 韓国によって設定された線に到達した。だが、ルーマニア軍最高司令部は、軍事的事情を考え、 この線を越えてティサ川まで前進することを決定する。ティサ川は自然地形の障壁となり防御が容易であり、同時にハンガリー軍は未だ壊滅していなかった。そのためルーマニア軍は連合国の意向に背いて前進したのである。ルーマニア軍は騎兵を用いてニーレージハーザ、デブレツェン、米系シュチャバカンに 新たな防衛線の構築しようとするハンガリー軍の試みを妨害した。同じ頃、北方集団の戦線では、ハンガリー軍最量の整形師団が、第二騎兵師団を主としたルーマニア軍の襲撃を受けつつ、ニーレージハーザーへ向けて後退していた。整形師団は、後退を止めし周辺で戦おうとしたが、ルーマニア軍に撃退されてしまい、 ニーレジハーザーは4月26日に占領された。政権師団はティサ川を越えて西方へ脱出しようとしたが、川の東岸はすでにルーマニア軍に占領されていた。川の共闘法を守る最後のハンガリー軍は4月29日にラカマズで敗れた。退路を断たれた政権師団は4月29日に降伏した。1919年3月3日時点の ルーマニア軍とハンガリー軍の戦線。1919年5月から8月のハンガリーにおける連合国の作戦行動。1919年4月までにルーマニアによって占領された地域。ハンガリー評議会共和国の支配地域。ハンガリー評議会共和国が脱会した地域フランスとセルビアの管理地域1918年時点の ハンガリー国境1920年時点の新たな、ハンガリー国境4月23日、ルーマニア軍は、デブレツェンを占領し、米系シュチャバへの攻撃を起とした。25日に攻撃が開始され、激戦の末に26日に街は陥落した。ハンガリー軍の残余は、ソルノクに集結してティサ川を越えて西方へ、脱出すべく、ソルノクに2カ所の防衛線を構築した。 ティサ川西方からハンガリー軍の増援があったものの4月29日から5月1日にかけての戦闘でルーマニア軍はなんとかこの防衛線を突破できた5月1日ティサ川から東はすべてルーマニア軍が占領していた5月2日訓政権は和平をこうたワース中佐を通じた和平提案で訓は ルーマニアのすべての領土的要求を受け入れる代わりに、戦闘状態の停止とハンガリーの内戦への不干渉を求めた。ルーマニアは休戦のみを提案したが、これは連合国最高司令部の圧力によるものだった。4月30日に、ピション仏外省が平和会議ルーマニア代表のブラティアム首相を呼び寄せ、ルーマニア軍の前進をティサ川で止め、最終的には連合国が取り決めた。 境界線まで後退するよう要求していた。ブラティアヌは、ルーマニア軍は、ティサ川を溶かせず、川の東側に止まることを約束している。モショユ将軍が、ルーマニア国境及びティサ川地区の長官に任じられ、北方集団の指揮は、ミハエスク将軍に交代した。同時に、ルーマニア第七師団は、ハンガリー戦線から、ロシア戦線の北モルダビアへ移動した。 クンベーラは、大ルーマニア戦の中断を利用して、打ち潰された彼の国際的地位を改善しようとした。彼は、敵の中で最も弱いと思われるチェコスロバキアに、対する攻撃を準備した。ルーマニアには先に敗退しており、セルビアには、フランス軍が駐留しており、攻撃は、不可能だと判断したからである。 彼はチェコスロバキアへの攻撃によってハンガリーの国境を回復すると国民に約束をして支持を得ようと考えたのである。君はまたロシアのボリシェビキの同志との連絡をつけようともした。国際的にはハンガリー民族が多数を占める地域が大戦後に新生チェコスロバキアへ与えられたことは不正であるとの心情に基づいて行動したと彼は主張している。 軍隊を強化するため、軍政権は彼に残された土地の19歳から25歳の男子に対して大量徴兵をかけた。また、ブダペストの工業地帯を中心とした労働者が多数軍に志願している。彼はまた旧オーストリア・ハンガリー軍士官を多数採用した。彼らはイデオロギーよりも愛国心から軍に入隊している。上、ハンガリーへの攻勢のため、 1> 第1、第5の2個師団に合計40個大隊を集結させた。5月20日、シュトロンフェルド・アウレール上級大将に率いられた、ハンガリー軍は攻撃を開始し、ミシュコルツでチェコスロバキア軍を改装させた。ルーマニア軍はチェコスロバキアとの連結を保つために、第16不評師団と第2三岳両編士団からの部隊で、ハンガリーの側面を攻撃したが、 作戦は、成果なく、チェコスロバキア軍の敗走を食い止めることはできなかった。ルーマニア軍は、都会の共闘補まで後退し、5月25日から30日まで、防戦した。ハンガリー軍のチェコスロバキア軍攻撃は成功し、その結果、北方のルーマニア軍は側面を脅かされることになった。6月3日、ルーマニア軍は、都会からティサ川東岸への退却を強いられ、 その過程で橋を落とし、ハンガリー軍との接触を絶った。側面包囲の危険に対処し、そして、ハンガリーとソ連の連絡を妨害するために、ティサ川周辺のルーマニア軍は防衛線を、より北方へ拡張し、第8師団と連結した。新生チェコスロバキアに対する攻撃の成功により、ハンガリー共産主義者たちは上、ハンガリー地域に、 傀儡国家スロバキアソビエト共和国を樹立した。作戦の終わりには、ハンガリー軍は北部カルパチア山脈の旧国境まで到達した。この作戦によって、ミシュコルツ、シャルゴータルヤーン、バンスカーシュチャブニツァといった重要な工業地域を奪回することができた。そして、彼らは東方のルーマニア軍に対する進撃を計画する。 1918年4月9日、ベッサラビアはルーマニアに併合された。この併合によって古いルーマニア民族の土地と、新しいルーマニア民族の国家が一つになったが、ソ連はこれを承認せず、ルーマニア王国とソ連との間で事実上の戦争状態となった。だが、白軍、ポーランド、ウクライナそして連合軍と戦っている、ソ連赤軍にはルーマニアと、 本格的に戦う兵力の余裕はなかった。ハンガリーに共産主義政権が成立するまでは、ドニエストル側を越えて散発的な交戦があっただけだった。この期間にルーマニア軍は再建されており、これらの攻撃は成功しなかったが、赤軍は常にベッサラビアに駐留するルーマニア軍と対峙していた。最も大きな戦闘が1月末に発生し、赤軍が ルーマニアの町、ホティンを占拠したが、数日後に、ルーマニア軍の反撃によって改装している。この後、赤軍の攻撃を阻止するに、十分な兵力のルーマニア軍がベッサラビアに配置されることになった。その後、フランスのダンセルム将軍に率いられた、連合軍が、ポーランド、ウクライナそして、ロシアの義勇軍の支援を受けて、オデッサの赤軍に攻撃を行い、 これを占領している。これらの状況を受けて、次の2ヶ月間、ベッサラビアは平穏だった。連合国の攻撃の助けを受けて、3月21日に、ルーマニア軍第39連隊がティラスポリを占領しているが、同時期にトランシルバニアでも戦闘をしていたため、ルーマニア軍はこれ以上の兵力を割くことはできなかった。4月になって、ダンセルム将軍は、 ベリオーゾフで赤軍に敗北し、オデッサから撤退させられ、重装備を遺棄して、ベッサラビア南部を通って交代した。このため、ルーマニア軍は、赤軍の大規模攻勢に備えるべく、ベッサラビアに陣地を構築し始めた。5月1日、チチェイリンソ連外相はルーマニアに対し、ベッサラビアから撤退しなければ、武力を用いるとの最後通告を発した。 同時に赤軍がドニエストル側に集結する。ルーマニア軍を東方からの攻撃に備えさせることによって、彼らはハンガリー共産政権への圧力を緩めようとしたのである。このためにルーマニア軍は第7師団をティサ川戦線からベッサラビアへ振り向けている。最後通告以降。 ベッサラビアのルーマニア軍に対する攻撃は激化し、5月27日から28日には、数千人の赤軍兵士がベンデルを攻撃している。赤軍は一旦は、市内に突入したものの、フランス軍の助けを受けたルーマニア軍によって、撃退されている。赤軍に対抗するために、さらに2個師団がこの地域に派遣されている。また、対15不評師団を主力とした、 地域軍が南部ベッサラビアに編成された。連合国理事会は、ルーマニア軍が承諾なしにティサ川まで前進したことにひどく腹を立てていた。理事会の中ではハンガリーでの紛争に関して、ルーマニアを非難して、当初の境界線まで即座に撤退させるとともに、ルーマニア軍を縮小させるべきとの意見もあった。理事会は、 ルーマニア政府へ軍政権との話し合いを始めるべきであると説得した。だが、ルーマニア政府は、ティサ側は、ルーマニアとハンガリーとの最終的な国境線が確定し、国際的な承認が得られるまでの、あくまでも、軍事上の境界であると主張した。理事会は、軍政権にも、チェコスロバキアへの攻撃を止めなければ、フランスとセルビアそして、ルーマニアが南方と、 東方から攻撃をかけると圧力をかけた。理事会はまた、ハンガリーに対して、国境線に関する、その後の和平会談においては前処するとも約束した。この状況下において、6月12日にハンガリーは、チェコスロバキアと休戦協定を結び、ハンガリー軍は、境界線から 15km 南方へ交代した。理事会はまた、ルーマニアに対して、 ティサーントゥールから退去し、新しい国境線まで後退するよう要求したが、ルーマニアはこれを拒否して、ハンガリーが動員解除しない限り従えないと返答した。理事会代表を通じて、ルーマニアの要求を知らされた軍は、もはや軍の力のみに頼るだけだと答えた。7月11日、この知らせを受けた、理事会は、セルビア、フランスそして、ルーマニアによる、 共同攻撃を行うと決定した。作戦計画は、フォッシュ減衰に任される。だが、チェコスロバキアとの急戦が成立すると即座2軍は、ティサ川のルーマニア軍に対する動員を行い、7月17日に、ハンガリー軍は、攻撃を開始した。ルーマニア軍は、フランス軍、セルビア軍に隣接する南方のセゲドから、 チェコスロバキア軍に隣接する北方の都会まで 250km に渡ってハンガリー軍と対峙していた。ティサ川でルーマニア軍と対峙するハンガリー軍は4月の時点と比べるとかなり改善していた。ハンガリー軍はよく編成、装備され国土を守るべく戦うという目的のために士気も高かった。 そして、先の対チェコスロバキア戦での勝利によって指揮はより一層に高まっていた。共産党は政治将校を通じて指揮系統を掌握していたが、彼らは経験豊かな将校に助けられていた。師団とその下のレベルでは主に職業軍人の将校が指揮を取っている。ハンガリー軍は不評5万の100個大隊と、 騎兵1365の10個騎兵大隊、下方69門、走行列車給料を要していた。軍隊は、北方、中央、南方の3個集団に編成され、中央集団が最も強力だった。ハンガリー軍はこの3つの集団をもってティサ川を越え、サトマーレ、オラデア、アラドにそれぞれ向かう計画を立て、この進撃によって、ルーマニア国内で、 共産主義者の反乱を引き起こすことも期待し、ベッサラビアへのソ連の総攻撃による支援も計算していた。ルーマニア軍は、不評4万8千の92個大隊、騎兵1万2千の58個騎兵大隊、下砲80門、総攻列車2両といくつかの支援部隊を有していた。ルーマニア軍は参戦に展開していた。第一戦は北方に、第16師団、南方に、 第18師団。第2戦は、より強力な編成が置かれ、北方の第2山岳両兵師団が2レジハーザに、南方の第1山岳両兵師団は、米系主チャ場に集結した。第3戦は、ルーマニア軍中最も強力な部隊で、第1、第6不評師団、第1、第2騎兵師団といくつかの支援部隊からなっていた。これらの部隊は、鉄道線に沿って、 カレーからオラデアを経て、アラドまで配置されていた。第20、第21師団は、治安維持のために、第3戦の後方に置かれた。第1戦は薄く、地帯戦闘を行って、ハンガリー軍の攻撃意図を探る。その後、第2戦の部隊と共に、第3戦の部隊が反撃を始めるまで、敵の攻撃を持ちこたえる。この作戦行動のために、 ルーマニア軍司令部は鉄道を活用することを計画し十分な数の列車を用意していた。ルーマニア軍もまたルーマニア民族が住むすべての土地を一つの国家にするという大義のために高い士気を保っていた。彼らのこの長年の夢はウッドロー・ウィルソン大統領の唱える民族自決と国民国家の原則によって支持されていた。ほとんどの兵士は 第一次世界大戦を経験したベテランたちだった。7月17日から20日にかけて、ハンガリー軍は、ルーマニア軍陣地を砲撃し、そして偵察活動を行った。7月20日午前3時頃、激しい砲撃の後に3個集団のハンガリー不評は、ティサ川を越えて、ルーマニア軍陣地に攻撃をかけた。戦争第三段階のティサ川の戦いにおける、 ハンガリー軍とルーマニア軍の作戦行動。北方集団と南方集団の戦いハンガリー軍の北方集団は7月20日にラカマズとその周辺のいくつかの村を奪取した。ルーマニア第16師団は村落へ交代したが、第2山岳両編師団の支援を受けて、翌日にはラカマズを脱回している。ハンガリー軍は攻撃を再開し、 砲兵の支援のもとに再度、ラカマズと周辺の二つの村を奪取したが、敵の防衛線を突破することはできなかった。そのため、ハンガリー軍は、第80国際旅団と共に、ルーマニア陣地を迂回して、より南方のティサフューレドからティサ川を溶かしようと、試みたが、ルーマニア軍第16師団によって阻止されてしまった。ルーマニア軍は、 第24弾の一部を投入し24日にまでに、かろうじてティサフューレドの共闘補周辺を相当した。ハンガリー軍は、ラカマズから突破できないため、陣地を構築しいくつかの部隊は他へ再展開させた。北方戦線は到着し、26日になって、ルーマニア軍が再攻撃を行い激しい戦闘の末に何とか、ハンガリー軍の共闘補を相当でき、ルーマニア軍は、 ティサ川東岸の支配を完成させた。南方ではハンガリー第2師団は、ルーマニア軍第89、第90連隊の守る先手手のダッシュに2日を要した。21日から22日、ホードメゼーバーシャール兵は、ハンガリー軍と、ルーマニア軍第93学両兵連隊が、奪い合い、幾度か、主を変えている。23日に、最終的に、ルーマニア軍が、 ホードメゼーバーシャール兵、先手と、都、民ド戦闘を再占領して、ハンガリー軍をティサ川へ押し返しこの方面での戦闘を終わらせた。これによって、ルーマニア軍は第一山岳両兵旅団を、ハンガリー軍の攻撃が順調に進んでいる、中央方面に投入する余裕ができた。中央集団の戦い7月20日、ハンガリー軍は第91連隊の抵抗を排除して、 ティサ川を越えて、ソルノクに、共闘砲を築いた。ハンガリー軍は、第6、第7師団を共闘砲へ投入して、ルーマニア軍第一戦部隊を圧倒する。第6師団は東方を攻撃して、テレクセントミクローシュを奪取し、一方、第7師団はメゼートゥールへ進撃した。同時に、第5師団が、ティサ川を越え、トゥールケベへ向かった。 二十二日、ハンガリー軍は、ルーマニア軍第十八山岳両兵連隊を破り、ティサ川を越え、ソルノ区から五十キロメートルのクンヘジェシュへ進軍。ルーマニア軍第十八師団は、第一騎兵師団の一部と、第二山岳両兵旅団を含む、第二戦からの増援を得た。二十三日に、ハンガリー軍は、トゥールケベとメゼートゥールを占領。二十三日の夜までに、 ハンガリー軍はティサ川右岸に幅 30km、深さ 60km の突出部を形成した。東方と南方でこれと対するのはルーマニア軍の第1戦と第2戦だった。北方では第3戦の第1不評師団を中央、第6不評師団を左翼、そして第2騎兵師団を右翼とする機動集団がティサ川沿いに編成された。 ルーマニア軍機動集団は7月24日に攻撃を開始した。第18師団に支援された第2機兵師団が軍ヘジェシュを占領。ルーマニア軍第1不評師団はハンガリー第6師団を攻撃し攻防の末にフェジベルネクを奪取した。ルーマニア軍第6不評師団は左側面にハンガリー軍呼び寄る反撃を受けて苦戦している。24日、ルーマニア軍は ハンガリー軍を2 0トル後退させ主導権を奪い返した。ルーマニア軍は戦闘が収まりつつあった。北方戦線から第二三岳両兵士団といくつかの騎兵部隊を含む増援を機動集団へ送り込んだ。前戦線のルーマニア軍は翌日に攻撃を行うよう命じられた。25日も戦闘が続き、特に ルーマニア軍第一不評師団が担当するフェジベルネクでは、ハンガリー軍が反撃を試み、激戦となった。この日の終わりまでに、ルーマニア軍機動集団は、北方のハンガリー軍陣地を突破し始めた。また、南方のハンガリー軍も蹂躙されている。 ハンガリー軍は、総崩れとなって、ソルノクの橋梁を目指して敗走し、26日に、ルーマニア軍の追撃を阻むために橋を爆破した。26日の夕方には、ティサ川の東岸は再び、ルーマニア軍の支配するところとなった。ティサ川とかブダペストに入るルーマニア軍、ハンガリー軍の攻撃を撃退した後、連合国理事会の反対にもかかわらず、ルーマニア軍は、 ティサ川を越えて、ソビエトハンガリーに、最後の一撃を加える計画を始めた。彼らは、第7不評師団を、ベッサラビア戦線から呼び返し、また、第2不評師団といくつかの小部隊も送り込んだ。ティサ川とか作戦では、ルーマニア軍は、不評8万4千からなる119個大隊、火砲99門、騎兵1万2千の60個大隊を準備した。 7月27日から29日にかけて、ルーマニア軍は、ハンガリー軍の配置を探るために小規模攻撃をかけている。彼らは、最終的に、フェジベルネク近辺から渡過すると決定した。29日から30日にかけての夜に、他の地点で、集中砲撃による、陽動作戦を行い、主力は、フェジベルネクから川を渡った。フェジベルネクからの渡火は、 不意打ちとなり、31日に、ハンガリー軍は、ティサ川の防衛線を放棄して、ブダペストへ向けて撤退した。ルーマニア軍の大部分が、ティサ川を渡ると、彼らは、ブダペストへ向けて、進撃を開始した。ルーマニア軍機兵が、主力部隊の側面を守り、また、ハンガリー軍の集結地を捜索した。8月1日に、最大の戦闘が、 南方のソルノク周辺で起こり、市外は破壊された。この日の終わりに、ハンガリー軍は降伏を申し出た。中央と北方でも3日夕方までに、ハンガリー軍は完全に包囲され、彼らは降伏するか逃亡した。8月3日が、ハンガリー赤軍最後の日となった。ルーマニア軍は、ブダペストへ向けて、進撃を続け、8月3日の夕方に第4、 旅団所属第6騎兵連隊の3個大隊が市内に入った。4日にルーマニア軍の主力部隊がブダペストに入り、総司令官、モショイウ将軍を前に市内中央部で軍事パレードを行った。ブダペストの自由郷を警備するルーマニア軍の保証8月2日に、ク訓兵ラはオーストリア国境へ向け逃亡し、最終的にはソ連に亡命している。 連合国理事会の助けを受けて、ペードル・ジュラを首相とする、社会主義者の政権がブダペストに立てられたが、8月6日には、クーデターで政府が打倒され、ペードルもオーストリアに亡命した。ヨーゼフ大公を国王に擁立するナショナリストが、権力を握りフリードリッヒ・シュトバーンが首相となった。だが、連合国は、ハプスブルク家が、 国家元首となることを認めず、新しい政府が必要となった。ルーマニア軍は、北西部のジェールまで前進して、バラトン湖周辺のわずかな土地を除き、ハンガリー全土を占領した。バラトン湖周辺には、ホルティ帝徳を中心とした、中道右派が集まり、ルーマニア軍撤退後の権力掌握を準備していた。ホルティ帝徳を支持する軍隊は、 ルーマニア軍から武器を供与されている。ハンガリー・ルーマニアの戦争の第3段階において、ルーマニア軍は123人の士官と6434人の兵士を失った。一方、8月8日までに、ルーマニア軍は士官1235人、兵士4万人を捕虜とし、火砲350門、機関銃332丁、小銃5万2000丁、 航空機87機及び大量の弾薬と車両を路角している。ルーマニアがハンガリーに押し付けた休戦協定は厳しいものだった。ルーマニア軍がブダペストを撤収する際には大規模な略奪が行われ、食料、トラック、機関車と貨車が奪われた。これは対戦中に中央同盟国がルーマニアで行った略奪の報復だった。 ハンガリーは、すべての軍事物資を没収された。さらにハンガリーはルーマニアに、すべての軍事工場、鉄道車両の50%、家畜の30%、農具の30%、そして、3万5千両のニューマ車を引き渡さねばならなかった。また、1918年のブカレスト条約以降に、ルーマニアから略奪したと認められるものはすべて、没収された。 ルーマニア・ハンガリー戦争は9ヶ月間戦われた。ルーマニアは、士官188人、兵士11,478人を失っている。ルーマニア軍は1919 19年11月に、ハンガリーからの撤退を開始した。1920年3月1日、ホルティラは、ハンガリー王国の成立を宣言した。 3月28日に、最後のルーマニア兵が、ハンガリーの領土を離れた。ドラゴネスキュー、コンスタンティン、スピキュリーディンリゾボーイルロマニエーシーユウンガリアディン、アナル1919 19、ラビスタドキュメントナンバー3、http コロンスラッシュスラッシュ w w w d e f e n s e r o スラッシュ r スラッシュフォーマット %20pdf ドキュメントナンバー 32008PDF2009 年1月25日閲覧 C、キリティス級イストリアレーズボーイルイペントリューイントレジイリアロマーニエ、ボリューム2エドロマニアノア1923ピアニッシモ525ハット C、キリティス級イストリアレーズボーイルイペントリューイントレジイリアロマーニエ、ボリューム2エドロマニアノア 1923, ピアニッシモ、543-546C, キリティス Q, イストリア・レーズボーイル・イペントリュー・イントレジイリア、ロマーニエ、ボリューム2、エド、ロマニア・ノア、1923, ピアニッシモ、550FD、エスペアリー、アーカイブス・ディプロマティックス、ヨーロッパ・ Z、R、エイプリル12、1919 19、ボリューム47 ピアニッシモ、86G クレマンソー。アーカイブス・ディプロマティックス、ヨーロッパ・ Z、R、エイプリル14、1919、ボリューム47、ピアニッシモ83、83から 84C、キリティス級、イストリア・レーズボーイル・イペントリュー・イントレジリア、ロマーニエ、ボリューム2、エド、ロマニア・ノア、1923、ピアニッシモ、612、ロマニア トランシルバニアツー・ザエンドオブザワールド OI1861 から 1919A カントリースタディロマニアフェデラルリサーチディビジョンライブラリーオブコングレス http コロンスラッシュスラッシュメモリー .loc.gov スラッシュ frd スラッシュ CS スラッシュ ROTOC.html2009 年1月19日閲覧ありがとうございます